はいどうも皆さんこんにちは、こちゃの映画ラジオの時間です。今日は8月27日より公開となったナイト・シャマラン監督最新作映画オールドについてお話していきたいと思います。そのビーチでは一生が一日で終わるというキャッチコピーにもある通り、休暇でバカンスに訪れた複数の家族がホテルマンのいざないでプライベートビーチへと誘われ、そのビーチで過ごすと30分で一切年を取ってしまうという謎の現象に脅かされてしまいます。丸1日いると50歳ほど年を取ってしまうため、ほとんどの人が一生を置いてしまうというとんでもない設定の映画でした。ビーチにいると細胞が活性化し年を取っていく。ビーチから出ようとすると気絶してしまうため脱出不可能。この2つのシンプルなルールだけで構成された110分は非常に濃厚で、上映日に見に行った甲斐があったなという感じです。この動画では映画に隠された様々なシーンをもとに導き出される伏線について解説考察をしていき、動画の最後に個人的な感想やこの映画から学んだ教訓についてお話しできればと思っています。解説考察していく伏線はこちらになります。なるべくわかりやすく簡潔にまとめていくので最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。今回ビーチへと誘われた家族が泊まっていたホテルの名前がアナミカリゾートです。何回か印象的にホテル名が抜かれているカットがありましたが、アナミカという言葉はヒンディー語で何もない、意味がないという意味です。直訳すると何もないリゾートとなります。これはこのリゾート自体が見せかけで中身がないという意味だと捉えることができます。それもそのはず、このリゾートの本当の目的はお客様を癒すおもてなしの場ではなく、持病を持っている人たちを早期治験の対象にした実験施設だったので中身がないというのも頷けます。本作の主人公の一人であるカッパ家族の母親プリスカ。プリスカはラテン語で古代の、昔のといったような意味があります。夫であるガイとの口論でもわかるように、プリスカは過去を振り返ることが多い人物だと思われます。また本作のタイトルであるオールドにちなんだネーミングであることも意図的だと思われます。ホテルに置いてあったパンフレットに記載されていた製薬会社、ウォーレン・ウォーレン。ガイとプリスカの口論のきっかけにもなっていたこのパンフレットですが、この製薬会社、ウォーレン・ウォーレン社こそまさにこのホテルの正体です。ホテルに訪れた人をビーチへ送り込み、本来数十年かかる治験を1日で終わらせることで、新薬開発に大きく寄与している。このサイコパスな会社こそがホテルに置いてあったパンフレットのウォーレン・ウォーレン社だったのです。これはまさにザ・伏線というシーンだったのではないでしょうか。アナミカリゾートのマネージャーであり、製薬会社ウォーレン・ウォーレン社のボスの甥であるイドリブ。彼は主人公の一人であるトレントがまだ少年だった時に仲良くなり、心を許した間柄になっています。最後脱出する際にはトレントに、おじはサンゴ礁が嫌いというヒントを暗号で残すことで、トレントとマドックスを救出しています。小さいながらに非常に優秀な少年です。そんな彼がトレントとの真実ゲームという遊びを行っている際に、友達はいないという発言をしています。友達ができにくい子なのかなと最初は思いましたが、これは友達は全員行方不明だからいないという意味でしたね。思い返すと怖いシーンです。叔父であるホテルマネージャーがイドリブに対して、仲良くしていくは私が決める的な発言をしていたことからも、イドリブは父の行動に不信感を覚え、実は物語序盤から真相に気づいていた可能性もありますね。最後に脱出を監視していた職員とマネージャーの会話に、昨年もサンゴ礁から脱出を試みたお客さんがいたということは明白なので、やはり子供時代にイドリブから暗号のヒントを得て、ビーチで大人になってからそのヒントに気づく人が過去にいたのかもしれません。ガイとプリスカは子供たちに対して、子供にはまだ早い、子供はビーチに行ってはいけないという発言をしています。これは子供たちが大人になってしまうことの前触れを指し示す言葉であり、ビーチに行ってしまうと本当に危険にさらされてしまうということを示していたシーンです。結局親が子供に対して発言していた苦言や冗談が全てリアルになり、危機に陥るという悲しい展開につながってしまいました。ビーチへの送迎バスから降りる際に、バスのドライバーから大量の食料を与えられます。明らかに異常な量でしたし、子供はたくさん食べるからという発言もあったので、ビーチで急速に成長する子供は異常な食欲が湧くということがこれまでの実験で判明していて、試験の結果がわかる前に死んでもらっては困るため、大量の食料が与えられたんだと考えられます。またこのビーチには魚が一匹もいませんでした。もともとこのビーチの特性を感知して、そもそも魚が近寄ってこないのか、はたまたこの海域にいる魚たちも犬のように老化し海の木図と化しているのか、おそらく後者だと思いますが、この時点で危険なビーチという暗示はされていましたよね。ビーチに連れてこられた一人で精神疾患を抱えていた医師のチャールズ。彼が精神疾患を患っている、さらにそれが悪化しているシーンとして、ジャック・ニコルソンとマーロン・ブランドが共演している映画はという突拍子もない発言をしています。これ実際に調べてみたところ、1976年公開されたミズーリ・ブレイクという作品だということが分かりました。ミズーリ・ブレイクについて調べてみると、この映画のストーリーとチャールズの行動が重なっているような気がしたので紹介します。ミズーリ・ブレイクのざっくりストーリーはこのようになっています。牧場主のブラックストンの家
に侵入してきた馬泥棒を吊るし首にしたところ、馬泥棒一味のリーダーであるローガンが報復を開始。対抗すべくブラックストンは殺し屋を雇い報復に備えることに。そんな最中、ブラックストンの一人娘ジェーンが馬泥棒の一味のリーダーローガンに恋をしてしまうというような内容です。どうですかこれ、結構リンクしてませんか。作中チャールズが他の人たちに向けて泥棒盗む気かなど発言しているシーンがありますし、実際にチャールズの一人娘であるカラは大人に成長してトレントと恋に落ちています。無意識にチャールズの脳を支配していたミズーリブレイクという作品になぞらえた行動を起こしていた可能性は大いにあるのではないでしょうか。トレントとマドックスは脱出することを諦め、子供時代の遊び心を確かめるかのように砂の城を作ります。これ実はオールドの構想のもとになっているサンドキャッスルというグラフィックノベルを暗示しているものと考えられます。あくまでもインスパイアされた作品であり、忠実に映画化したものではないとのことらしいですが、物語の根幹であり基本である砂の城をオマージュ的に映画の中に入れ込むのはさすがだと感じました。本作の監督であるナイト・シャマラン監督は、これまでも自身の作品に演者としても参画していました。本作でもがっつり出演したのですが、皆さんお気づきになったでしょうか？そうです。ビーチまで送り届けるバスのドライバーです。さらに彼はビーチの監視も担当しているようでしたので、本作ではウォーレン・ウォーレン社の社員であり、完全に悪い人たちの味方ということになりますね。彼が自身の映画に出演するのは有名な話なので、気づいた人も多いかと思いますが、初めて知った人は驚きだったのではないでしょうか。そんなユニークな監督が手掛けたオールドの伏線シーン解説考察は以上となります。これまでは以上の伏線シーン解説考察をさせていただきました。いかがだったでしょうか。僕自身映画を見た後に気づくことが多く、いろんな仕掛けがあるなぁと感心してしまいました。最後に僕自身の感想を少しだけお話しさせてください。まだ公開から日にちが経っていないのですが、賛否両論ちょうど半々かなといった印象です。シャマランらしい奇抜な設定とカメラワーク、シーンの切り取り方などに関してはポジティブな意見がある中、シックスセンスやビジットのような大どんでん返しがなかった点を嘆いている人もいました。まあなんとなく最後までストーリーが読めてしまうというか、そこまで大きな驚きはない映画でしたからね。とはいえ僕個人の感想は最高につきます。間違いなく今年面白かった映画トップ5には入ってくると思われます。シンプルで分かりやすい設定に加え、年を取る恐怖をここまで視覚的に訴えている作品は珍しいと思います。シャマランらしい軽めのグロやスリルもしっかりありつつ、秀逸な脚本で最後まで見るものは飽きさせない映画体験としては素晴らしいものだと思いました。あとは教訓もありましたね。バカンスでは変な誘いに乗らないなどのすぐにでも試しそうな教訓から、カッパ夫妻やクリスタルの過去から学べるような、本当の愛は一時の感情に流されてはいけないといった今後の人生全てを通じて考えさせられる教訓など、ただのスリルエンターテイメントという枠を超えて鑑賞者それぞれの年齢やタイミングと重ね合わせてしまうような、そんなストーリーだったと思います。シャマラン監督は大好きな監督の一人なので、今後の作品も期待大です。そしてこの動画は皆さんの新たな発見につながっていたらとても嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねお願いいたします。それではまた次の映画でお会いしましょう。バイバイ。